にちは、ブカチャンネルです。本日紹介しますソフビは、初めてね紹介する作家さんのソフビになります。ね、これネジマークが特徴的なんですけども、ろくでなし玩具さんっていうね、すごいね、とてもいい作品作られているのに、ろくでなし玩具というね名前の作家さんのソフビになります。開封していきます。よいしょ。朝ツイッター見てたら、ソフビ着弾とかね、コメント見まして、届いてんじゃないかなと思ってね、玄関開けたら、これがね、置き配で置いてました。深く眠りすぎててね、ピンポンね、気づかなかったんですよ。よいしょ。よいしょ。おー、いいね。はい、今回紹介しますソフビは、ムカチャンネル。こちらです。じゃじゃん。ゲゲゲの鬼太郎の、鬼太郎になります。はい、作家はろくでなし玩具さんで、真骨頂シリーズゲゲゲの鬼太郎の、鬼太郎バージョンになります。はい、こちら半剣ものですね。水木プロダクションとなっております。後ろはこんな感じ。ろくでなし玩具、販売元は株式会社佐野商店と、兵庫県加古川市なんだ。私今兵庫に住んでるんで近いですね。はい、こちら、いやーいいですね。ヘッダーもめちゃめちゃいいわ。もう昔のね、初代の鬼太郎の、こう感じ、雰囲気出てますね。鬼太郎のね、影がこう出てますね。うん。墓場、いいですね。はい。ちょっと開封していきます。はい、開封しました。こんな感じです。おぉ！あっと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 。いやー、かわいいなー。結構私はあの、昔の漫画が大好きで、それこそ悪魔くんとか、鬼太郎とか、九太郎とか、あの、まあ、作者は違いますけど、昭和の頃のね、アニメっていうのかな、がね、めちゃめちゃ好きで、ゲゲゲの鬼太郎も今テレビで第何期かわかんないんですけども、結構な数いってると思うんですけども、やっぱりね、この、私は初代、もう白黒ら辺のね、時代から YouTube でね、こう見たりして、ドラゴンボールの声優の野沢雅子さんがしてたぐらいの時期の鬼太郎がね、大好きなんですよ。だからこの子の、この雰囲気ね、表情っていうんですか。これね、この頃の鬼太郎がもうドンピシャで、今のこう、スマートな鬼太郎とかはね、好きじゃなくて、やっぱりもうこの頃ですよね。なんならもう、墓場の鬼太郎からね、あの、Kindle とかで読んだりしてるぐらい、この初代のね、鬼太郎っていうのが好きなんですけども、はい、じゃあゆっくり表情見てみましょう。ね。いいですね。もう今のね、美形の鬼太郎とは違って、水木先生がね、描かれたもう鬼太郎、そのまんまのね、こう、顔ですよね。はい、ちゃんちゃんこ着てまして、このようなね、服装になってます。ちょっとこの、なんだろうな、くすんだね、水色感の服もめちゃめちゃいいですね。シワ感とかね、雰囲気出てますね。はい、じゃあ鬼太郎って言ったらこちらね、下駄ですね。これもね、すごい細かいですね。いいですね。でね、よく全体的にね見て思ったんですけど、非常にね造形が細かいんですよ。このなんだろうな、この素足の見えてるところのこの筋肉のつき具合とかね、この指先とかね、でこの服のシワ具合であったりとか、この髪の毛ね、一本一本の線とかね、妖怪アンテナもこんな感じでありますけど、非常にね細かいんですよ。全体的にはね、こうソフトなね仕上がりなんですけども、一つ一つの造形を見るとね、あの細かいですね。この時代の昭和の頃の鬼太郎がもうそのまんまソフビ造形物になったっていう感じで、本当にめちゃめちゃいいですね。たま細かいです。後ろこんな感じですね。で、ちゃんちゃんこの後ろ、背中の方に、水木プロ、日本製と刻印の方がされておりますね。で、可動はね、頭と、両腕の方がね、上がるのかな？ちょっとやめとこう。あの、分割パーツで、こうは動くんですけど、上まではもしかしたら上がらないかわかんないですね。いや、いいね。少年だからね、こう、頭の方が大きいっていうところも非常にいいですよね。いや、もうこの表情がね、もう何とも言えないですね。めちゃめちゃ可愛い。
後ろ姿もいいな。大きさもねめちゃめちゃちょうどいいですね。いやー、これから鬼太郎シリーズってどんどん出るのかな。ロクゼナシガングさん第1号になるのかな、ちょっとわかんないんですけども、まあ、インスタとかツイッター見る限り鬼太郎がね初めてのソフビになるのかもわかんないんですけども、非常に造形とかねめちゃめちゃ細かいですね。いや、こっからねこの目玉親父とか一旦もめん塗り壁猫娘ネズミ男とかね、いろいろこう出てってほしいですね。メインどころはこう集めていきたいっていうところと、ぜひともね悪魔くんでもねソフビ出たらやばいっすね、欲しいですね。はい、というわけで本日はろくでなし玩具さんで真骨頂シリーズゲゲゲの鬼太郎の鬼太郎になりました。この動画が面白い楽しいと思えたら熱い高評価チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。